小林くん、お疲れ様です。俺も追放されちゃいましたよ。寝てるし、追放されても本番中っすよ、黒石くん。あ？遅えんだよ。眠くなっちまうだろ。なんねえよ。そういえば、モニターでスタジオの様子が見れるんだよな。ああ、そこにモニターあんだろ。こっちからは昼も夜も全部見れるんだな。で、誰が偽物だったんすか？黒石くん見てたんですよね。は？見てねえのかよ。でも俺が追い出されたってことは、純也が追い出されたということは、一体誰が偽物なのか少し予想がついたね。ああ、追い出されたメンバーから推測できるな。そうですね、ここは容赦なく進めましょう。ねえ、みんなちょっと怖くない？怖い。でもみんなで決めなきゃね。この中に潜り込んでる偽物さんを炙り出そう。俺の推理を話そう。純也が追い出されるということは、純也に見抜かれる恐れがあったということだ。つまり、偽プリンスはディアドリームの誰かである可能性が高い。佐々木は洞察力に優れているからね。普段から一緒に行動しているメンバーの癖なら簡単に見抜くだろう。そういうシン君が偽物という可能性もありますよね。率先して推理を披露することで自分は偽物じゃないと思わせたいとか。なるほど、いつきはそう考えるのか。だがディアドリームに疑いの目を向けさせるためにわざと純也を選んだという可能性もあるぞ。なあ、敬語。やれやれ、こうなると全員が怪しく見えてしまうな。ピリピリバチバチだね。ん？あいつ。ねえねえ、さっきから甘い匂いがしてるんだよね。ま、そうそう、スタッフさんから今日は緊迫した雰囲気になるかもしれないからお菓子でも持っておいでって言われてたんだ。うわー、じゃあ王国のティータイムにしちゃおう。特別ルールだね。皆さんどうぞ。今日はカップケーキを作ってきました。抹茶のカップケーキか、いい香りだな。気持ちが安らぐ。片桐のスイーツ作りの腕前にはいつも感心するよ。見た目も美しく、手が汚れない配慮も完璧だ。おいしい。かなでくんもどうぞ。そういえばかなでくん元気ないですね。あんまり喋ってなくないですか？え、あ、そうかな。考えるのに夢中だったからかな。わかりやすく動揺するじゃないか。まさかアマニア、君が偽物のプリンスなのかい？わ、何？怪しすぎるな。カナデ、なぜそんなに動揺しているんだ？俺が偽物だよ。え？なんで自分で名乗り出ちゃったんだよ。テンパりすぎだろ。カップケーキうまそうだな。いつきなら俺と黒石くんの分も用意してくれてるだろうから後で食べれますよ。ってそっちじゃなくて。面白くなってきました。え、本当に奏くんが偽プリンスなんですか？うん、いや、
こんな簡単に白状するのはむしろおかしい。俺たちは偽物が自ら名乗ることはないと思い込んでいる。その裏をかく高度な心理戦か？いや、あるいは奏がスパイという可能性も。ますますわからなくなってきましたね。たかがゲームと侮れないな。こんなにも複雑になるとは。どう考えても奏が白状しちゃっただけじゃねえか。考えすぎだろ。腹減ったな。もうそろそろ時間だよ。偽物さんを追放しちゃってください。でも一体誰が偽プリンスなんでしょうか。状況はますます複雑になってしまいました。もう一度くじ引きで決めるしかないだろうか。そうだね、くじ引きにしよう。いや、どう考えてもここは天宮だろう。片桐、シン、よく聞いてくれ。僕もあまりのことに動揺したが、冷静に考えればわかるだろう。天宮にそんな高度な嘘がつけると思うかい？あ、確かに。プリンスチーム、勝利おめでとう！ではでは、MVP のケイちゃん、曲のリクエストをどうぞ。僕たち黒船のステージは、アライバル黒船セーラーウェイにしよう。ディアドリームには親愛なる夢をリクエストしようかな。ディアドリームらしい前向きで爽やかな曲だね。で、結局天宮が偽物だったのかよ。そうなんだ。俺ほんとこういうの向いてないよね。落ち込むな。俺たちも一時は高度な心理戦かと勘違いしたくらいだ。ダークホースのような存在感だったぞ。ところでスパイは誰だったんだ？あ、忘れてた。俺だ。黒石くんかよ。最初に退場しちゃってんじゃん。高度な心理戦もなんもねえよ。ねえねえ、次は僕も参加したい。僕スパイとかやってみたいよ。今日は地図が進行役頑張ったもんね。またみんなでやろうね。うん、また歌ちゃんでやれるようにスタッフさんにお願いしちゃおう。いやいや、最近の歌ちゃんって料理したりゲームしたりしてっけどさ、たまにはまともに曲紹介もしようぜ。でも俺もリベンジしたい。みんなでまたやろうよ。いいね。次も勝つのはナチュラルプリンスである僕だよ。それではプリンセス、おる。次も見ろよ。じゃあな。黒石くん、ほんといいとこ持ってくよな。